皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。ロッシュ限界、エディントン限界、チャンドラセカール限界質量などなど、物理学においては何々の悪魔と並んでやたらかっこいい響きの何々限界という単語、あなたはどんな限界が好きですか？中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber ナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報、ニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。物理学会大震撼、量子力学限界突破、チレルソン限界破れる。インド科学教育研究機構の研究チームは、ユニタリーダイナミクスにおける射影測定の下ではレゲットガーグ不等式は破れるが、相関値は時間発展的チレルソン限界に制限されるという量子力学の標準論的な関係性を確かめるため、核磁気共鳴装置のシステムを応用して新しいタイプの量子ビットの実験形を構築し、実験結果としてこの軽進化の測定においてレゲットガーグ不等式の破れを確認して標準論を一時的に裏付けたものの、これが K のユニタリー量子化に量的に依存して増大するということとともに、時間発展的チレルソン限界を破っているという予想外な驚愕の結論を導き出しました。これはまたなかなかの怪文が登場しましたね。でも安心してください。ちゃんとわかりやすく解説できるように頑張ってみます。インド科学教育研究機構の研究者はこんなことを考えました。ああ、量子の局所実在性の性質はベル型の方では実証が終わっとるが、レゲットガーグ型の方はまだ完全には実証が終わってないんよな。ちょっくら新しいパターンの量子系の実験形こさえて立証してみっか。牛、できたぞ。この量子回路なら炭素原子核のスピンが量子化するから2つの命令セットを同時に実行できるぞ。あとはこいつの測定結果がレゲットガーグ不等式を破るかどうかやな。ふむ、やはり破れるな。うん、ちょっと待て、これってファッチレルソン限界突破しとるやんけ。どこかで失敗しとるんやろか。いや、失敗やないな。むしろチレルソン限界を破ってないと軽進化におけるレゲットガーグ不等式の破れが説明できん。とんでもねえ発見しちまった。一般的な常識では考えられないような自然のシステムを記述する量子力学。古典物理学においては、物理系は観測の有無にかかわらず明確な状態を持ち、その状態は真に普遍的なものという前提で扱われますが、量子力学における量子系は、ある一つの粒子が異なる位置に同時に存在、あるいは存在確率の波として分布するなどの表現が用いられ、その状態は観測するまで決定されず、観測により初めて状態が決まるとして扱われます。ある系が本質的に古典物理系として振る舞うか量子系として振る舞うかを確かめる手法の一つに、レゲットガーグ不等式という数学的な検定があります。これは古典物理系を基本として成り立っている不等式で、ある系においての N 回の測定状態が時間発展的に相関している構造を表しています。つまりその系の複数の測定結果が統計的にこの不等式に従う場合は古典物理系的、この不等式を破る場合は量子系的であるということになりますね。レゲットガーグ不等式は実験により破れが多数報告されており、やはり自然の本質は量子的であることが示唆されていますが、これについては類似した数学的検定であるベル不等式において、その発展である CHSH ベル不等式の破れが実験的に実証されノーベル賞にもなったことにより、現在ではこれはほぼ確定事実として認知されています。さて、そんなわけで観測により状態が確定するため、ある種何でもありみたいな様相を呈している量子系ですが、量子系といえどその振る舞いの自由度にはさすがに限界があります。 CHSH ベル不等式の場合、相関関数の振れ幅はプラスマイナス2の範囲を超えるかどうかで、その系の局所実在性が最初から決まっているかどうかということを判定しますが、このこととは別にプラスマイナス2ルート2の範囲を超えてしまうと、それは量子力学の記述を超えた完全に不明な何かが起こっているということになるため、仮にこのような結果が得られた場合は実験のミスか計算を疑うことになります。この範囲のことをチレルソン限界と言います。
これは相関関数という定義域での話なので、何がどうということはなかなか表現が難しいのですが、仮に量子形がこのチレルソン限界を超える性質のものだとすると、量子力学を含む現状のあらゆる物理システムの記述の範囲を超えて、どう考えてもそこにないはずの粒子が突然現れたり逆に消えたりということがありえるということになります。これはもう本当の何でもあり、英語で言えばリバティではなくフリーダムであるといったところでしょうか。そんなこんなで、このチレルソン限界はかなり固い基礎的な理論の壁となるわけですが、その壁をぶち破ってしまった可能性があるのが今回の研究報告になります。ちょっとというかかなりどうかしちゃってますね。実験では病院で取る MRI でおなじみのその基幹技術である核磁気共鳴装置の技術を応用し、炭素原子核を量子ビットに見立てて、ミカのスピン磁気モーメントを重ね合わせ、この系の進化を測定してレゲットガーグ不等式の検定を行うという手法で行われました。結果、確かにレゲットガーグ不等式は破れているという測定結果となったのですが、それだけではなく、この系はなんとレゲットガーグ不等式においての時間発展的なチレルソン限界を破っており、系内の量子系の量に応じてレゲットガーグ不等式の破れの強度が増大するということが判明しました。これは局所的にでもチレルソン限界が破れているということの衝撃もさることながら、K の量子化の度合いによって K 全体も量子的になっていくということを言っているので、マクロ K が通常古典物理的に振る舞うが本質的には量子的であるという描像にも合致しています。つまりチレルソン限界が破れるわけないだろうと突っ込むとすると、そうすると量子K の拡大が時間発展的に観測されないはずということになるよとなるので、この実験を含めマクロ系の量子化が実際に観測されている以上、チレルソン限界はやっぱり破れていると考えるしかないということになります。なんかもうすごい、ちょっと何言ってるのかわからない感じになってると思うので、状況的に説明すると、天元突破グレンラガンが出てきて、はえーとなっている時に、超天元突破グレンラガンになって、何それやりすぎじゃないとなったけど、アンチスパイラルが際限なくでかくなるので基本的には同じで、ある性質のみが逆という設定ならそうなってもおかしくないよね、といった感じです。ついでに認識論的に説明してみると、局所実在性の決定論的解釈はすでに否定されているので、我々の感じるこの現実は不確定性が基本であり、確率的に観測しているということになりますが、確率論的とは言っても限界があり、観測し得ないことは起こらないということになります。しかし今回の知見が確かなことだとした場合、本当はこの限界も存在せず、これを記述するには新しい物理学が必要ということになるのですが、これまでの物理学の発展と哲学的な論理を交えて考えると、そもそも情報体系で表せる範囲外の領域も現実として定義できる可能性があり、そうすると真には何でもありだというのが本来の現実ということになるのですが、観測者はそれ自体がその何でもありの中で初期条件を持つという存在であるため、結局は情報体系の進歩度に依存して必然的に限界の範囲が発生するということになり、そうするとこの論理が成立すること自体が本来は何でもありだということを証明するということになります。やっぱり何を言っているのかわからない感じになったので、既存の理論に当てはめると、マルチバース仮説の最大レベル、物理的意味を持たないものも含む数学的構造の究極集合のさらに先に、マックスレベル、何でもありが追加されるような感じです。これは世界は真には無であり、存在という概念そのものが幻想であって、真には何もないし、何も始まってはおらず、観測者の存在と観測者が観測する世界はそういう可能性そのものであるとも表現できますし、世界はあらゆるパターンで無限に並行して存在し、観測者は自己が観測したり情報体系で表せる範囲を指してそれを一つの世界と認識しているとも表現できます。ただしこれは強く願えばそれが現実になるとか、精神世界が存在するとか、スピカス界隈でよく言われていることを肯定するものではありません。現象論的に何でもありだということと、錯乱や願望による矛盾を容認することとは違います。今回の研究結果はこれからまた追試でいろいろと確かめられることになると思いますが、チレルソン限界の破れについてはひとまず置いておくとしても、K の量子特性を任意に増大できるというのはテクノロジー応用にも大きな期待が持てます。量子素子は情報の重ね合わせ状態を維持するのが難しく、量子コンピュータを実用段階に持っていくための非常に大きな障害になっていますが、
今回の実験系で用いられたシステムはレゲットガーグ不等式の破れを増大することで、量子素子が量子化する時間を延長するように技術応用できる可能性があります。直近の実用的な方向で考えてもこれは非常に有意義な研究ですね。今回の研究論文はアメリカ物理学会誌にて限定アクセスとなっています。アクセスできる方はぜひご覧になってみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ボツグレッシブ。この動画は我が国における科学知識の一般理解及び科学知識のエンタメ活用を推進するプロジェクト PSN ほとばしる科学講座とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。